さあ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 、甘い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 、今がチャンス今がチャンス今がチャンス、はいボコボコ、はいボコボコ、おいじゃそこ攻撃範囲広。おっそすイトラ、こちらのゲームをやってみようと思います。マイクロペーサーどうぞよろしく。イトラ2022年3月発売となった横スクロールアクション系のゲームでございます。うん、全く詳しい情報は調べておりません。とりあえずなんかトレーラーを見て 2D の横スクロールアクション感がちょっと面白そうだなと思って購入した次第でございます。早速行きましょう。新しく始める。目覚めよ。なんか喋ってるね。我らの苦痛を鎮めるために来い。あ、寝てます。あれが多分主人公のイトラ。うん、おはようございます。朝焼け夕焼け、めっちゃオレンジですけど、うん、なんか来たよ。めっちゃジャンプできる。移動チュートリアル始まりました。あ、ジャンプできる。あ、いいねこういう横スクロール好きですわ。あ、これは、あ、乗れる。いいねこのなんか手書き風の感じというか、聖剣伝説レジェンドオブマナ感がちょっとありますけど、見回す。あ、なるほど、スティックでちょっぴり見れんじゃね。うん、はいはい。じゃあなんもない。あ、ローリングできるわ。おん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 あ、スタミナあるわ。なるほどね、左上の緑のゲージがスタミナっぽいな。うん、これで、うん、トリガー長押しでスプリント。あ、ちょっと違う、ちょっと前かがみになって走るけど、これもスタミナ使ってるね。来ましたよ。なんやら白い光、地面揺れて雲。おお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 、ダッシュダッシュ、逃げる感じ。ダッシュダッシュ、スタミナもうないよ。スタミナがもうなんか来てる、後ろ来て、スタミナなくなった。やべ、うん、いけるうん、ゴロゴロ揺れてますけど、めっちゃ来てるやん。に、ちょ、あれ、わ、今日ちゃん、ちょ、待って、早速2回ぐらい捕まりましたけど、わ、今日ちゃん、はい、なんですか、ん、前からも、あ、自分と同じぐらいのサイズありましたよ、雲。わはは、眉に包まれております。誰かいます。はい、あ、カーネン、ははは、はいや、一瞬おいって言ったから日本語全部言ってくれるかもで、ちょっとびっくりしたわ。そういうわけではないのね。おい、
なんですの。起きなさい。起きました。おはよう、お嬢ちゃん。死体になってなかったか。死んでなかったかってことか。クモが捕まえてきたやつは大体空腹か退屈で死んじまう。お前はかなり長い間そこに吊るされたのにな。何日も何週間も。何年も。うせやん。あるいはほんの数時間。知らんのかい。もう時間の感覚なくなっちまったからな。早く脱出しようぜ。俺がお前だったらそんな風に動いたりしないぞ。お前も蜘蛛の巣漬けになってるからな。すごーい。蜘蛛の巣ってめちゃめちゃ硬いんでしょ。どうやって。パワー。ちょっと手を貸してくれるか。イトラーは何者なんだい？もう一度やってみよう。よろしく。もう一回お願いします。あれ？おや？自由だじゃなくて、ナフカン最強の戦士がついに自由になったぞ。何これ？斧？杖？分かってる分かってる。このハンサムな男の人は誰？足はどこにあるの？だろ？イトラーももう普通に右手で持ってるけどさ、お互い自己紹介を後にして、まずはここから脱出することに集中しようじゃないか。ということで、始まった。これは？攻撃。 いいね。てか今助けた人を ブンブン振り回すのもどうな。攻撃。いいよ。こんなんも破壊できんねや。なんか取った。普通に敵いるけど。いいね。これも壊せる。何を取ってんやろな。お金的な感じのやつなのかな。楽しい、こういうの。こういう 2D 横スクロール殴り系アクション好きです。掴まれたな今。上攻撃とかもちゃんとあるな。下攻撃は、ツンツン。そんなんもある。これ全部潰してった方がええんかな。取れるもんね、なんか。ダッシュ。あとはなんだろう、ローリングとダッシュと攻撃。今んとこは、なんかこっち行けそうな雰囲気あるけど、違うのか。ウィレエンコロン、ツン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 もできちゃう。台のすり抜け、こういうことか。下に行けるやつあるよってことね。地図を開く、こうか。結構何どうなんやろう。ジャンル的には別にメトロイドバニア的なタグはなかったけど、結構いろんなとこ行ったり来たりするのかな。やっぱ上攻撃がある。いいね。なんかこの草刈るだけでもお金みたいなの取れたぞ今。回避。いいね。食らってるね。どっか来ましたよ。何あれ。虫が結構出てくんのかな、このゲームは。もう雲だらけ。
アラカン町の名前か、なんかかな。焚き火だ。あ、おい、休憩と準備ができる。自己紹介は？スロットにセーブ、クイックセーブ、スロット、クイックセーブ、スロットにセーブ。ああ、そういう感じね。オッケー。うん。で、B と A は何もできんな。うわ、びっくりした。ギョロって目がちょっと動いたよ。何もできん。とりあえずこれはこっちだね。うん。うわ、虫しか出てこへんのかマジで。てい。なんかゆくゆくはいろんなアビリティとかスキルとかそういうのも増えんのかな。ねえ、2Dアクションはそういうのが、おーびっくりした、楽しいからね。えい、これはアポン落ちたら、落ちたらどう、帰ってくる、そういう感じか。イエス。俺でもなんかどっかに隠しがあったりとかない？何のマークこれ、うっすらなんかハテナって書いてるように見えるのは気のせいかい。はい、あ、違う普通に落ちたわ。はいはいはい、よし、よいー、ギリギリ、うん、危ない。いいですよ。うん、ちはいけない、届かない。うん、微妙になんか、あ、ダッシュしたらちょっと横に飛べんやな。なるほどね。結構うまくダッシュジャンプを使ってかな、ああいうとこ飛べないっぽいな。うん、気持ち悪い。スタミナ管理はでもこれ難しそうやぞ。はっ、ボスとか出てきたらすぐになんかスタミナなくなりそうやけど。なんか取った、オーブの鍵。ん？アラカンの重い石の扉。ああ、なるほどね。ってことはこれで開けれる扉が決まってくるってことか。ここ、あ、どうしよう、ここで使うかさっきのところで使うか、それはちょっと悩むけど、なんとなくセオリー的にはこっちやろ。すぐ近くで一回使う。これで、ああ、なくなっている。アイテムだけとかそんなことないよな。これは届かんぞ。はい、あ、なんかいた。どう来た。あ、つながったのか。はあはあはあ、登れる、なるほど。これででもあっちの下がちょっと気にはなるけど。ふいふい、ほら、いやー、危ない危ない、いやー、ちょっと、やめて。避けて、いい、避けて。あー、意外と HP 減ってるで。回復はどうやんやろうな。お、避けて、あー、食らう。普通にこいつ結構強いぞ。あ、なんかスライディングした。えい、いいね、好きやわこういうの。でも、クソ
クソ難しくなってきたりとかするとすぐイライラしちゃうよ俺。はい。うわあっちめっちゃ気になるわ。何あのマーク。こっち来たん？大丈夫？失敗じゃない？あっち行けない。で、お前。うらうらうら。うわす。うわす。うまくこれ、ジャンプできても、なんか戻れないというか、ギミックの。ジャンプの幅に限界があるイメージやな。これでオーブ取ったから一回戻るか。じゃあ、あ、いや戻ってきてんのか。うん、この辺上行けへんもんね。うんうんうん。わわ、これは、ああ戻ってきたな。ほな結局こっちも開けれるってことやね。オーブしよう。ズズン。経験値とか特にないんやったら無駄に無駄にあそこ行っただけになるな。うん、お、空気が変わった。あ、いきなりのボスとかかい？ゆっくりゆっくり行かせてはくれない。いにしえのスミレの騎士。あー、あ、ボスです。どくる。うう、さささささ、甘い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 。今がチャンス今がチャンス今がチャンス。はいボコボコ、はいボコボコ。おい、じゃそこ攻撃範囲広い。はいはい、ずっとなんか向こう向いてる。ズンズン、向こう行って。はいはい、すぐ疲れるなこいつ。さんさ、はい、ちょっと離れて。バカめ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 。ああ倒した。弱っ。俺はまだナフカン最強の戦士ってことだ。お前は何なん結局。ゲ、あれ、え、どうした、大丈夫か、疲れてるみたいだが。おお、なんか急。おえー、体力を回復。ちょっと意味がよくわからないんですけど。体力回復、 LB で回復。うん、うん、何やってんだ。あ、今のめちゃくちゃ体に悪そうだったぞ。確かに。で LB LB ん、なんか使ったな。しばらく敵を倒したりすると使える的な感じかな。あ、またセーブすると今多分左上の宝石みたいなのが光ってるから回復できるようになったんじゃないかな。ドゥン。まだちょっとシステムがよく分かっておりませんが、とりあえずアラカンから脱出するってなってるね。うん、行きましょう。せいせい、こいつよし。なんかため攻撃とかないんか。ズンズンズン、ゲイ。何これ、普通に捕まって登れたわけ。んー、こいつ嫌い。ヒットエンドヒットアンドアウェイですね。
で、はいはい、登って、こっち、うつ、オッケー。で、別に、いっぱい虫を生み出す系か。よは、は、これはどっちにも行ける？やめて。OK。台のすり抜け。地図的には左に行くんやんな。こっちは、ああ、できるだけか。ゲイ。いいね。サクサク進んでますね。スン、スン、スン。スン、スン。はい。これは、邪魔。はい、はい。なるほど。子供いっぱい。こいつ、こいつ。イエス。ダッシュしながら殴るとなんかとか、そういう、どうなんやろな。ちょっとだけモーション違う気がするけど。お、なんかいける、こっち。はい。これは前のところに、だな。つながる。あ、ちゃんと宝箱あるやんけ。ナイスー。イエス。はっはっ。しゃがみ歩きできたんや。この下にいるやつを、ジャンプして下攻撃とかは今んとこないな。あっちに宝箱あるな。さっ、ナイスー。ああ、まだ序盤やからとりあえずお金ぐらいって感じなんかな。重要アイテムとかそのうち出てきたりします。はい、お、なるほど。どうなんかな、メトロイドバニア的な感じあるんかな。今んとこまあまあ一本道よね。すすすす、ほい、いや、ちょっと、あ、気持ち悪い。はいはい、優しいホローナイトみたいな感じ。あ、虫は出てくるけどみたいな。あ、痛い痛い痛い。はで、落ちたらダメージ食らうだけよな、多分な。はい、えい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 、甘い甘い甘い。で、さ、あ、飛べんのかい。そういう警戒ね。ダッシュした時のジャンプの幅と、なんていうんかな、正しく、正しく、なんやろ、うまく戻ってこない感じはあるよね。飛べるのは飛べるけど、飛んでやっぱりやめる的なアクションがちょっともっさりしてる感じはあるかな。セブー、いくでーい。あ、なんかいる。このルーンの文字、きっと何千年も前のもの。ようやくまともな足の数のやつが。日本足ってことね。雲ばっかりやったからな。あの這い回るやつには虫図が走るぜ。雲のことね。
そこの毛皮の生き物なら、こっから出る方法を知ってるかもしれないぞ。寝た？びっくりするぐらいいい状態で残ってる。んー、なんか遺跡を探索してんのかな。お前、毛皮の言い方。What? おーい。おい。よく無視できるな。聞こえてないのかな。俺たちに気づいてないのか。いや、超。あれ、驚きの大発見だよ。なんてラッキーなんだろう。独り言はめっちゃ言うタイプの毛皮。あー、なんか、なんだ、あ、あ、トカナントリ、気をつけろ、ボスですか。ちょっと待ってよ、うい、はいはい、あ、どこ殴んねん、食らってる、こら、うい、メンタム殴んのか、あ、メンタムなくなっていってるわ、はい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 、ほうほう。で、今がチャーンス、今がチャーンス、はいはいはい、はい、ボッコボコ、はい、ボッコボコ、うれ、うれ、うれ、ぜ、んと、どうする、いや、それは聞いてない、え、やめて、うん、で、もう一回ね、はい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 、だーい、やめて、はい、はい、うん、うんうん、あ、はい、はい、リンチ、はい、ボコボコちょっとかわいそう、てか顔みたいな感じになってるな、あの雲、やーめやーめやーめて、くうっすうっす、え、これ殴んのか、この状態で、いえい、違う、回復の矢、うん、危ない。なんか変わった。モーションがめっちゃ変わった。何？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 どのタイミングになるの？殴る。殴る。うう。はいはい。よくわからんけど、殴ればする。へへへ。へへ。今、今今今。はいはい。はいはい。痛い。ユピンやめて。どうだ、またか、余計の、離れたら全然安全の、はあ、はあ、顔になってるよね、はあ、まだ、おいで、んー、ここ、よし、顔面ボッコボコ、顔面ボッコボコ、へへへ、あー、あ、どうなった、多分倒した。どっか行った。やっと。うん。やっと気づいた。やっと。おい。ん？あんた。やっと。ここの古代ルーン文字で書かれてる姿とぴったり一致。ん？そんなことってある？ん？どういうことや、あ、ね、やった、信じらんない、あんたは、メオ、あ、そうだ、俺はで、その伝説の、ね、おじいが急に喋り出したよ、二本の足、二本の腕、毛皮もマスクもない、ん、イトラーの方言うてる、人間だ、きっと最後の生き残りなんだ、あ、この私が偉大な探検家アフイが最後の人間の生態を発見したんだ、この子も特別、ジジイちょっとややこしいなあんた自身も知識人だと言ってたな、それぞれの種の模範がここに集っているわけだが、あんたこの汚い場所から俺たちを出してくれないか、お前はなんていう種なのかな、いいよ、たださ、お願いだから私と一緒にチマリに来て、居心地はいい村だよ、私の装備は全部そこに置いてあるんだ、でもまずは緊急脱出口を作る。ええ。うん。お。おい。尻尾がなんか顔になりました。心配はいらない。ん？炎果実が少々。
クモの卵1個、無鉄砲1つまみ。なんか調合してんのか。あ、あ、すごい。俺オーブが必要やったのに。あ、ついてこいって言われました。これは、あ、外に、お、出れたか。ナフカンへようこそ。おお、マナの木みたいになってるやん。イトラですね。これで、うん、人類最後の生き残り的な感じ。イトラ、人間たちは何百年も姿を消していた。うん、残っているのは遺跡だけ。彼らに何があったのか突き止めるのを私も手伝いたい。おい、おい、俺たち二人とも同じ考えってわけだ。あ、彼女に話しかけてんだけど。名前も聞いてもいい？なんや、あ、ねえオッチ。えいよ。こいつ無口なんだ。喋れへんのかな。じゃあ人間って呼ぶことにしよう。名前つけたれや。今はその方が分かりやすいでしょ。せやけど、オノ君はどうなの。オノやったんや、杖じゃなくて。そうそう。ん、待てよ。あ、俺の名前はなんだ。記憶喪失かい。OK、 分かった。偉大な戦士君、私が名前をつけてあげよう。あんたは今から子だ。名前つけてあげるって言って急に子だって呼ばれだしたで。いいだろう。よし、これでみんな全く知らない人の隣で寝ることはなくなった。人間って呼ばれてるけど俺、人間も喋る武器も睡眠は必要なんだよね。そうなの、うん、俺は一晩中見張りをしといてやるよ。大丈夫なんかな。こいつには間違いなく休息が必要だ。あー、あ、臆病者なんですかこれ。そして人型の星座みたいな出てきたけど、うん、勤めを投げ出したな。真ん中のは誰？これ誰の階層？お、恥さらしめ。あ、お前が一族を守るはずだったのに。あのジジイの階層？いや、ジジイ寝てる。おはよう。チマリに向かう準備はいい？うん、出発だ。起きました。よし来た。チマリはここから東だよ。すげえジャンプできるあいつ。ということで、ちょっと謎のオノとの生活が始まりますけれども、この続きまた次回プレイしていきたいと思います。どんな感じになるんでしょうね。それではまた、よろしくどうぞ。